サマル州の一サマル州は、フィリピン中部東ビサヤ地方に属する州である。州都は、カトバロガン。面積は5591.0平方キロメートル。人口は78万481人。サマール島の西側を占め、北に、北サマル州、東に、東サマル州、西のレーテ島とは、 サンファニコ海峡に架かるサンファニコ橋によって、レーテ島の北部レーテ州とつながっている。南部は、レーテ湾に面している。かつては1768年に、レーテ島の管轄から、離れ島全体でサマル州を形成していた。1965年の東サマル州、北サマル州分離に伴い西サマル州となり、1969年に、 州名をサマル州に戻した。カトバロガンはかつては一地方自治体であったが2007年に市となった。サマル州は二つの市と24の基礎自治体からなる。都市はない。アルマグロ、バセイカルベガダルムガンダラヒナバンガンジャイアボング、マリバットマツグイナオモチイングペガサンガンパラノズ、ピナブクダウサンホルヘサンノゼ、デブアンサンセバスチャンサンタマルガリータサンタ、 ギタサントニーニョタゴプル、アンタリローラプテラングネンビレールズウマリガ州とはカトバロガン。サマル州最大の都市は北部、北サマル州境付近のカルバヨグである。市は以上の二つのみ。州内の主要な言語は笑い語である。ありがとうございます。